バニア・キングはアメリカ・カリフォルニア州モントレーパーク出身の女子プロテニス選手。中国系の選手で漢字名はキンクジという。2010年のウィンブルドンと全米オープンでヤロスラワー・エドアと組んだダブルスで優勝した。WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルス15勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス50位、ダブルス3位。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。父親の手ほどきにより4歳からテニスを始める。2005年の全米オープンで彼女はジュニア女子ダブルス部門でアレクサ・グラッチと組んで準優勝し、一般の部でも女子シングルスの予選3試合を勝ち抜いてナダリー・ドシートの2回戦まで進出した。2006年から女子テニス国別対抗戦。 ヘッドカップのアメリカ代表選手に選ばれる。2006年全米オープンでは、アンドレアが主体、マルコス・バグダティスによる、男子シングルス2回戦の試合開始に先立ち、バニア・キングが、アメリカの愛国家、アメリカ・ザ・ビューティフルの歌い手に選ばれた。彼女自身は、女子シングルス2回戦で、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデンに1から6、2から6のストレートで敗れた。1ヶ月後の2006年10月、 キングは、エレナ・コスタニッチとペアを組み、日本のジャパンオープン女子ダブルスでツアー初優勝を飾った。翌週の台湾国大会では、単ク2冠を獲得し、シングルス決勝で、地元、タイ人選手のタマリネ・タナスガーンを2から6、6から4、6から4の逆転で破り、コスタニッチとのダブルスで2週連続優勝を決めた。シングルスは、この1勝止まりであるが、 ダブルスで2007年2008年に2勝ずつを獲得した。2008年のトーレッパンパシフィックオープンテニストーナメントではナディア・ペトロワと組み、決勝でリサ・レーモンドサマンサス・トーサー組を6から1、6から4で破った優勝がある。2009年の全仏オープンでバニア・キングはブラジルのマルセロ・メロと混合ダブルスのペアを組み、決勝戦まで勝ち進んだ。 パートナーのメロはダブルスのスペシャリストとして有名な選手である。決勝戦で二人は第1シードペアのボブ・ブライアンリーゼル・フーバー組と対戦し7から5、6から7で1セットオールになった。全仏オープンのダブルスでは混合のみ10ポイント対ブレイク決戦方式で勝敗を決定する。この方式では1セットオールになった時は10点制のタイブレイクを 行い、先に10ポイント取った方が勝者になる。キングとメロはタイブレークを7から10で落とし、全仏混合ダブルス準優勝者になった。2010年は、ヤロスラはシューエドワと組んだダブルスで、ウィンブルドンと全米オープンで優勝した。2011年全米オープンでは、シューエドワとのダブルスで2年連続の決勝に進出したが、リーゼル・フーバー リサレーモンド組に64、67、67で破れ連覇を逃した。キングは2020年に31歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。